音楽大好き、歌が好き、そんな奴らが今日も集まる秘密基地、歌基地 in 道玄坂カフェにようこそ。拍手。はい、パーソナリティは普通に始めるね、はい、淡々と始めるんだね、今日はね、はい、はい、じゃあいいよ、パーソナリティ紹介しなさいよ。はい、覚えたか、そうか、はい、こちら MC ももみでございます、よろしくお願いいたします。はい、ではアシスタント MC を務めさせていただきます森野真琴です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんで君ステージドリンク2つあるのそしてなんで両方ともレッドブルなのなんだ、から元気なのそれ。いや、超元気ですよ。あ、超元気なのね。心はめっちゃ元気、それは確かにね。今日は震えているんです。今日はいつも通りにはいかない理由がありますからね。そうですね、ね、今日はこちら後ろに書いてありますが、第28回記念スペシャルでございます。28回記念スペシャルってよくわかんねえな、なんで30回じゃなかったんだろうっていう感覚がありますが、はい、28回記念スペシャルなんです。はい、はい、スペシャルということはですね、過去、歌基地はスペシャルゲストという方をお呼びする会というものがございました。万蔵さんにしろ、中上郁美さんにしろ、こうメジャーな、いつもはインディーズのアーティストさんをお呼びして、まあ、同じ立場でね、トップしていくという趣旨なんですけど、はい、スペシャル回はなんとメジャーアーティストさんいらっしゃいます。お、誰が来るのか、誰が来るのかって皆さんは来るの分かって知ってるもんね、仕方ないね、これ知ってるもんね。まあ、今日たまたま配信見てるお客さんもいらっしゃるかもしれないのでね、間を持たせたいと思いますけど、はい、メジャーな方いらっしゃっております。緊張するね。緊張しますね。まあ、好きでしょ君。すごくすげえ好きでしょ。すごく好きな方というか、本当に憧れの、もうむしろファンのような感じの立場で今日横に座らせていただくという、しかも1時間喋らせていただくわけで、もう僕も僕で結構ファンなんですよ。それこそかなり前の、はい、一番最初の頃、作品の頃から好きなの、はい、これが緊張だ好きなんですけど、僕はもう単なるファン目線なんですけど、あなたの場合はね、一応そうですね、女性シンガーになるわけじゃん、はい、ある意味そのね、雲の上の人が来るわけで、緊張を計り知れないわけで、その緊張が形になったのがその2本のレッドブルなわけでね。あの喉が渇いて仕方がなくてね、本当に翼を授けていただきたいと思いますが、はい、じゃあそろそろもう待ちきれないもんね、はい、お呼びしましょう。あ、ちょっと待ってください、その回もう少しご紹介した方がいいんじゃないでしょうか。ジャンル大丈夫か。ご紹介したの。先にこの後ご紹介いたしましょうっつったら、君が何々の馴染みの誰々さんです、ね、どうぞっていう段取りをさっきフレッシュネスでやったよね。やったけど。バーガーを振りながらやってた気がしたんだけど大丈夫か。なんか今もう名前言いそうな勢いだったんで。ああ。そうちょっとね。テイク2です。はい、というわけで、ね、そろそろ皆さん生だ。しきれないんじゃないでしょうか。ね。そろそろじゃあお呼びいたしましょう。お願いいたします。はい、では2人はプリキュア、夢色パティシエール、ジェイロピットサンシャインなどなどのさまざまな作品でおなじみのあの五条真由美さんにお越しいただきました。どうぞその某ホワイトが、はいはい、いや雲は乗れるんじゃなくてちゃんと足の下にできてくるんだよっていうふうに説明されました。深い、はい、そうなんだっていう話を。なるほど、はい、そんな五条真由美です、よろしくお願いします。
こちらの、歌吉という番組なんですが、はい、普段は、こちらに座るのは僕らと同じインディーズのアーティス ト,、うん、アーティストさんです、はいはいはい、まあ、本当にね、あの日々ライブ活動したり、うん、本当に宣伝したりというのを本当に忙しいことやっているんですが、今回は完全にメジャーのアーティストさんをお呼びした、はい、理由はですね、やっぱり普段やっぱり僕らの中で回してしまうと、やっぱり普段のなんだろうな悩みとかこういう感じでやってるんですよっていう、まあ割とその結構泥臭い話とかにもなってくるんですよ、うん、今回は何だろう、目標である五条さんをお呼びして僕らのある意味指針になるようなお話が聞けたらなと思うんですよ。めっちゃハードル上げられましたね。いやでも本当実際本当今大活躍されてるわけじゃないですか。いやいやそんなことない、日々もうね細々とやらせていただいても。五条さん細々だと僕らも何もなくミクロン単位になっちゃうのでそうですね、はい、胸張っていただいて。きっとね一緒だと思います。大好きに歌をね歌ってるってことです。そうですね、そういう意味では一緒ですね、うん、私、はい、あのなんだろうな、なんかすごいリアルな話になるからやめようわ寂しくなっちゃうからね。なんだろうなという感じなんですが、本当にそういう貴重なお話を、はい、何でも聞いてください。本当に何でも聞いてください。逆になんか悩みとか、こうなんか普段はだってそういう悩みの話とかなるんですよね、はい、ぜひぜひ、はい、本当にありがとうございます。多分あんまり実は、ね、参考にならない場合が多いかもしれない。実はその事前にあのお話しする内容での打ち合わせをしてたんですが、はい、もしかしたら途中からお悩み相談になる可能性もありますね。全然大丈夫です、はい、生ですから。いや本当に生ですから、はい、どうなんか分かりませんからね、はい、皆さんも期待して待っていただければ、はい、悩みがあれば。お、何かあれば聞いちゃったねそういう回じゃない、まあ、そんな感じで、はい、いたしましょう。というわけで、まずはこちらからお聞きしたいと思います、はい、どうぞドン。はい、歌手になろうとしたきっかけ、うん、これ大事でございますね。あの前に実はちらっとあの最初は普通の会社に入ってたって、はいはい、そうですそうです、はい、会社員でした。でも会社員から歌手を目指す、うん、そうですね、至ったわけですよね。そうです。でも皆さんもそれぞれ歌手になるきっかけって普段普通の別のことをやりながらいろいろね、きっと思い立ってとかですよね。僕なんか普段はそうです、ね、あの文章を書く仕事をしてまして、はい、雑誌とかにあのテキスト書いて、うん、でそれでご飯を食べてるんですけど、やっぱり歌が歌いたい、うん、どうしても歌を歌いたいから、うん、やっぱみんなに聴いてほしいし、とりあえず出れるあのランクのステージだとかなと思って今細々、これが細々です細々やっとるわけなんですが、やっぱその会社員って結構やっぱり時間の制約とか、はい、あの厳しい。私もあの普通に会社員をしてた時に、まあ、5時ぐらいまで働きますよね。その5時まで働いてる中で、まあ、だんだん仕事に新入社員から慣れてきて、あの時間に余裕が出てきてから、あちょっと歌でも習おうかなみたいな感じで、あの会社が終わった後にスクールに行き始めたんですよ。でもそのスクールもなんかちゃんとした発声練習をちゃんとやるっていうスクールじゃなくて、それこそ楽しく歌えばいいみたいな、なんかそういうスクールだったので、で、あのグループレッスンではなく個人レッスンだったんですけど、はいはい、先生と本当楽しく30分ぐらい歌ってたっていう、なんかそうですね、そういうので行き始めて、もともとは軽い感覚だったんですか。軽いですね。あ、そうなんですね。よくある女性誌の、はい、あのこう何お稽古ごと特集みたいな、あ、本当にイケバナ教室の、そうです、それの中の一つで行ったんです。だからそれこそプロで歌う人とかが行くところでもなく、なんか普段はどっちかというとエレクトーンの人が多かったのかな、そこは。あの歌よりも意外ですね、はい、そんな中で、で、まあ、そういうふうにちょっと歌を歌ったりとかしながら会社を普通に行ってたんですけど、仕事場って普通の会社って BGM こういう感じでないんですよね。そうですね、ないと思いますよね。淡々と仕事してますよね。そうなんです、なんかうなずかれてる方多いと思いますが、なんかこうパソコンで入力とかしながら、あ、なんか BG が欲しいなって思い始めたんですよ、途中で。あ、BG が欲しいなと思って、あ、なんか音楽があるところで働けたらいいなってなんとなく思い出して、で、CD 屋さんとかでもいいかなとか、あ、はい、そんな低いハードルかなはい、CD 屋さんとかで働くのもありかなみたいなのがスタートですね。へえ、じゃあ割とその気合い入れて歌手になるぞっていう感じではなく、最初はそうですね、全然気合いが緩い感じで、あ、そうなんですね。すごく肩の力が抜けている感じなんですか。抜けてましたね。でもそこってすごく重要なのかなと思いますね。やっぱガツガツやってると魂がすり減ってくるんですよ、日々こんなんで大丈夫なのか、もう僕30だしお母さんとか心配してるしみたいなでもそのぐらいの腹
ハードルで始めるとだんだんやっぱ楽しいってさっきすごくキーワードだと思う。そうですね。で最初はそういう感じで音楽に関係あるところで働けたらいいなと思ってたんですが、ちょうどうちの会社が合併で統合っていう形で仕事がこう割り振りが増えたりとかするようになる時があったんですね。でその前までちょこっとイベントとかで歌だけ歌わせてもらったりとかする機会はあったんですけど、まあそんなのはまあちょこっとだけだったので、それよりもその統合があって、あでもなんか私歌音楽があるところで働きたいと思ってる中、仕事をいろいろまた新しくもらったら辞めたらまたそれを新たに誰かに渡さなきゃいけないので二度手間になると思って、それはちょっと会社に対してちょっと大変だなと思ったんですよ。はい、なんか毎回一回教えてもらったのをまたさらに私が教えなきゃいけないのってちょっとね、あんまり利口じゃないなと思って。そうですね、ワンセット増えますから、ね、そうなんですよ。だからやめようと思ったんです。なるほど、覚える前に出てやれと、はい、そうなんかというよりはなんか新しい人も入ってくるし、だったら最初にその方に教えた方が能力が、まあ、会社的にも、会社的にいいと思ったので、何の次に何があるとか、私も仕事があるわけでもなく、何かある、何か決まってるわけでもなく、会社を辞めようって決めちゃったんですね。ああ、そのタイミングが偶然。そうだな、その会社がこう統合されるのとか、合併が多分背中を押した感じだったと思うんですけど、はい、会社の合併が五条さんを作ったっていうことがありますね。ちょっとそうなんですよ、ね、ちょっとその企業に感謝したいところです、ね、でもその思い切りの良さって本当にすごいなと思います。そうですね、何かあるわけじゃないのに辞めちゃったんですよね。人生の中であんまり私そういう決めるってことがないんですけど、あの時はなんかそう思ったのかな。流されるっていう形でもありつつ、ね、でもある意味思い切りそうですね、それこそ親に辞めたいんだけどみたいな理由が大体ね、ちゃんとしたなんだろうね、音楽がやりたいっていう理由はあったけど、何があるってわけでもなく、なんかこう事務所に入るってことでもないし、本当何にもないまま辞めましたね。そこからどのぐらい辞めに行くんですか、例えばお仕事になるか。そう、なんかその辺が私も実はもうあんまり覚えてないんですけど、曖昧なんですけど1年ぐらいは多分何もしていなかったと思うんですね。でその中、まあ、スクールには通っていて、で、まあ、スクールが呼ばれてやるイベントとかの、プロモーションで歌う人みたいなので呼ばれたりとか、そういうのはあったんですけど、はい、カラオケの機械とかのデモンストレーターとかを、まあ、そのスクールである程度歌える人たちがピックアップされて連れてかれて、企業向けに発表会の時とかに歌う人として行ったりとか、プレゼンみたいな。そうです、そうです、そういうのに特になんだってわけじゃなく行ったりとかはしてました。はい、じゃあそんな中から逆に言うと楽曲をもう持つようになるまで。そうですよね、はい、じゃあせっかくなんで次の関係聞きましょう。はい、続いてこちらでございます。飛びましたね、あれ、はい、まだですね、はい、楽曲についてでございます、はい、まあ、これまでいろんな、まあ、タイアップの歌があり、はい、オリジナルがあり、はい、やってらっしゃったと思うんですが、はい、一発目っていうのは何だったんでしょう。一発目は、魔法でちょいちょいという歌で、こちらから出ますか。お邪魔女ドレミというアニメの、はい、こちらでございます、はい、ボーカルコレーション、はい、そうです、そうです、はい、聞いてました。聞いてました。ありがとうございます。てか歌ってましたね、はい、本当にすごいちょうど世代だったので。本当にそうなんですよ。ありがとうございます。これが初めてだったんですか。そうですね、魔法でちょいちょいが本当に初めて自分の曲としてレコーディングした曲ですね。どうして何かエピソードがありました。魔法でちょいちょいがもう本当にその前に、そこにつながる流れで一回スタジオとかには入ったことがあったんですけど、それは仮歌という形で別のお仕事で呼んでいただいて、そこで気に入っていただいてこのごちゃごちゃドレミにつながったんですけど、だからなんか勝手知ったる方たちに呼んでいただいてたのもあり、まあ、緊張感はありましたけど、歌自体がこういう聞いたことある、はい、聞いたことありますかね、はい、魔法でちょいちょいっていう曲はこう楽しい曲なの で、ね、だから楽しく歌おうみたいな、どっちかというと、うん、楽しく歌わせていただきました。はい、ある意味なんかこの五条さんっていうとあれ道屋さんっぽいイメージが強いとは思うんですが、はい、まあ、こんなもん並べて、はい、申し訳ないなと思ってたんですが、はいはい、あ、本当だ。ある意味その最初の曲が魔法でちょいちょいっていうのはなんか分かる気がしますね、はい、すごく。でもその前に友達とかと、はい、ライブ活動もちょこっとはしてたんですね、まあ、カラオケを流していただいて歌うだけでカバー曲とかをやってただけなんですけど、そんな時には
ほぼほぼ私 R&B とかバラードとかばっかり歌ってたので。そうだったんですか。そうなんですよ。そういう感じが好きだったんですか。そうですね、あのアニソンはカラオケでみんなでアニソンタイムとか言って歌う時はありましたけど、はいはい、そうじゃない時はほぼほぼもう洋楽だったり、はい、だいたいそうですね、バラードだったりとかそういうのが多かったので、魔法でちょいちょいやった時は本当友達、そのライブで一緒に歌ってた友達にすごい合ってるって言って笑われましたから逆に、うん、だからそういう歌い方を見せてなかったので、はい、はい、なるほど。さっきちょっと実は前座で皆さんとお話しさせていただいてた時に、なんか聞きたいことあるみたいな話を聞いてたんですね。そうなんですね。その中で一つちょっとお聞きしてたのが、最初に買った CD は何ですかっていうのを今ちょっと聞きたいんですよ。レコードじゃなくて CD ですか。そうです。まあ、まあ、最初に、まあ、いわゆる能動的に聴くようになったりですよ。逆に今 R&B なんかあの歌われてたって話を聞いて、はい、逆になんだろうな、ちょっと気になってしまって。CD になった時期がいつかっていうのがあって、私が多分初めて買った版はレコードなんですよね、はい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 、時代的に。そうです、はい、レコードでいいのかな。レコードも一番最初に能動的に買った、一番最初に能動的に自分のお金で買ったのは五大悟です。あ、はい、五大悟、はい、何だとか覚えてますか。ガンダーラです。ガンダーラですね。名曲ですね、はい、あ、それはドラマ見てたかなとか。私でも最有機は見れなかったんですよ。寝なきゃいけなかったので、あの何時だったかな、8時か9時スタートだったと思うんですけど、うちはその前に寝ないとダメだったんですよ。だから見せてもらえなくて、あのお友達が泊まりに来た時だけ見れたんですよ。でもやっぱ五代悟の音楽ってすごいかっこいいじゃないですか。そうですね、今聴いてもめちゃめちゃいいんですよ。やっぱ鳥肌立つくらいかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。モーキーマジックの前奏とかやばくないですか。うわーって超かっこいいとか思うんですけど、でだから初めてその能動的に自分でお金を出してお小遣いで買ったのは五代悟でしたね。五代悟から R&B なんとなく分かる気がするんですが、結局もともとが洋楽が一番流行って80年代 MTV とかベストヒット USA とかを見てた世代なので、もう夜それをずっと見てたので、ほぼほぼ80年代は洋楽どっぷり。なるほど、はい、あ、もちろんアイドルとか歌謡曲も聴いてましたし好きでしたけど、そういうのがやっぱ積み重なって、うん、お邪魔女になるというのは、そう不思議ですよね。お知り合いの方からするとやっぱりちょっと意外性あったのかもしれないですね。はい、すごいなんか笑われました。面白いって言って、はい、じゃ続いてのちょっと曲の紹介させていただきたいと思いますが、はいはい、こちらでございます。きたー、来ましたね。来ましたー。もう画像見るだけで泣いちゃう。飾っていますけどね。はい、こちらプリキュアの主題歌、断然2人のプリキュアでございます。はい、懐かしいですね。やっぱり思い出深い曲ですか。いやー、そうですね、あの初めての主題歌になるわけなので、はい、思い出はありますね。聞く側としてもやっぱすごくあのプリキュアってものがはまる、流行るきっかけはこの歌だったっていうのがちょっとあると思うんです。はい、そうですね、なんかすごくそう言ってくださる方が多くて、なんかプリキュアっていう作品がこういうふうにあのボーンって皆さんの耳に目に残るようになったのって、あのオープニングすごい力強いよってすごくいろんな方に言っていただけるんで、本当に ありがたい出会いだったなと思ってます。いわゆる戦うヒロインものとしてはちょっと異色だったんですよね。そのすごくガチで戦って、ガチで平和を守る、 そうですよね、それに対してその主題歌が明るくて、はいはい、かっこよくて、ね、10年以上続くシリーズになっちゃいましたからね。本当ですね。その一番最初に礎に築いたのはやっぱり本当にもう断然だって、ね、続編もこれのアレンジ版ですから。そうですね、だから実際なんかこの時期ってちょうどなんかこんな番組名連呼のアニソンがちょっと少なくなってた時期だったみたい で、ね、久しぶりに、はい、やばいずっとプリキュア言ってるみたいな。そうそうそう、もう私友達から何度も苦情を苦情を朝なんか出かける前にたまたま見ちゃって、ずっと頭の中流れてるんだけどっていうのをすごい言われました。そうですね、でもそれぐらい耳に残る曲でしたもんね。そうですね、1年しっかり耳に残って次の画像でございます。はい、はいはい、もう1年耳に残り続けるいやでも本当にそのぐらい素晴らしい曲だったと思います。はい、やっぱそれ以降もあのプリキュアの曲、はい、参加されてて、はい、やっぱここに聞くとお嬢さんの声ってのはやっぱプリキュアなんだなって思いますよね。お嬢さんの声してると、うん、特に映画の曲でご参加されてる曲とか多くて、はいはい、うん、お嬢さん歌ってる、よかった映画館来たかなとっていう感覚がありますね。はい、何度かね、そうやってあの
あの1回マックスアートで終わってスプラッシュスターぐらいで卒業させていただいてからもなんか映画でね参加させていただいたりとかお声をかけていただくことが結構あるのでプリキュアは、はい、ありがたいなと思ってます。あれもう一度なんですけどやっぱ代表作そうですね、うん、説明しやすいですからね。あ、そうですね、あの最初でも1年目なんてプリキュアって言ってもみんな誰も分からなくて全然プリキュアっていう言葉が浸透してなかったんですけど今はどんな歌歌ってるのって聞かれた時に今のじゃないけどって一応ちょっと言うんですけど原稿じゃないんだけど社内の最初の頃のプリキュアの曲みたいに言うと結構あーみたいな私カラオケでそれ歌ってるよとか言われたりとかそうですよね、はい、ちっちゃい女の子のね、今憧れの的でございますからそうですね気づいた方って方で本当にありがたいですよ。でも男性はやっぱり未だにプリキュアっていうのがなんか話に出た時にテレビとかでも後ろでかかりますからね。そうなんですよ ね、 すね今のもかかるとは思うんですけども結構やっぱこの初代をかけていただくことが多いのでいや私すごいのに関わらせていただいちゃったなっていうありがたいなと思ってすごいキャッチーな作品のキャッチーな曲だったんだなとです、ね、今本当に改めて思いますね、はい。そんな、まあ、プリキュア以外にもこんな曲やっております、はい、確かにああそうなんです。ゼノサーガ、サーガ、はい、こちらです。ゼノサーガのアニメの方ですね。そうです、あのちょうどプリキュアをそのやらせていただいてて可愛らしい曲ばっかりやっぱり歌うことが多くてだん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 元々がバラードとかそういうのを歌ってたのであなんかちょっと違うのも歌えないなってちょっと思い出してた時だったんですよ。でその時にこのゼノサーガのお話オーディションだったんですけどオーディションのお話をいただいてあのレコーディングオーディションだったんですけど何人かやっぱ候補の方がいらして行って3、4回歌って、はい、じゃあみたいな結果は後日みたいな感じだったんですけど英語の全部英語の英詞で曲もすごく素晴らしいあのバラードで切ない感じのいい曲なんですよ。もうめっちゃ歌いたいと思ってあこの曲欲しいと思ってたんですね。でもあのプロデューサーの方も私じゃない人が決まると思ってたらしくってそんなことはいはいなんか違う人だと思ったよ、あの外国の普通に英語がちゃんと喋れる方も候補の方にいらしたしオーディションに来てたらしいのでなんかその中からまさかまさかの五条さんに選ばれましたみたいな、あもうすっごい喜びましたね。その電話をもらった時にマジですかみたいなすごい歌いしたかったんですみたいな実力で勝ち取ったっていうことありますよ。多分どなたかが気に入ってくれたんだろうなと思っていやこの時すごくあの嬉しかったしそのオーディションだったので、なんかこうドキドキもしたしありがたいなと思いましたね。本当に嬉しいです。嬉しかったです。すごく明るいそのいわゆるプリキュアみたいな、はい、ハッピーな曲以外もこうやってやってらっしゃるという、はい、そうなんですやらせてもちろん、まあ、明るいプリキュアソングも歌うの大好きなんですけどずっとそればっかりだとみんなも多分そうだと思うんですけど、うん、バーってねような曲歌ってるとちょっといいな曲が歌いたくなったりとかしますよね。そうです、うん、かっこいい曲なんかもありますけどちょっと個人的に聞きたかったことなんですが、はいはい、こういうアニメの曲以外にも、はい特撮の曲もちょこちょこ歌われてると思うんですけど、はい、やらせてもらってます、はい、そんな中ですごく自分的に好きな曲で、はいはいまあ、さっきちょっと、ね、お話しさせていただいたんですがエンジン戦隊ゴーオンジャーという、うんまあ、戦隊ものの挿入歌で、はい、谷本さんと一緒に歌われているヒロコーフゴーウィングスという曲がすげえ好きなんです、はい、歌ってますか。歌ってます。あ今度実はちょっとあの女の子と歌われてもらってそうなんですね、はい、あれすごくかっこよくてかっこいいですよ。谷本さんもかっこいいし、はい、ゴーさんもかっこいいし、はい、なんか特撮関係でちょっとエピソードそうですね。あのゴーウィングスは今ではあまりもうないんですけどもレコーディングの時に一緒に撮ったんですよ。あの一緒っていうか今って結構一本一本別、はい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 、デュエットでも別の日にレコーディングしたり、はい、時間ずらしてあの同じブースだけどもその最初の人が撮って終わって次の人みたいな感じ重ねるんですよ、ね、あのそうなんです。だから別で撮るっていう風なことがすごく多いんですけどこのゴーウィングスの時は珍しくガラス越しに谷本君の顔が見える位置で2つのブースが並んでるあのスタジオがあるんですよ、で顔を見ながら一斉ので一斉のどんな感じですか。そうですそうです。はもちろんマイクは1人1個1個のマイクではないんですけど別々では別々のブースではあるんですけど、はいはい、顔を見ながら歌えたので伸ばすところとかも一緒にこうやって切れたりとか あんまないですよやっぱり今ないんですよ。ずれちゃうと今撮り直しだし あともちろん今だと聞きながら前に撮った人の長さに合わせるってことをやるんですけど、はい、そうじゃなくても顔を見ながら歌えたので
呼吸というか、本当最近なくてそういうのって、はい、なんかすごい楽しかったですね。みんな聞いた？あの時そうだったんだって。そうなんですよ。帰ったらもう一回聞いてね。その距離で聞いたら味わい違うと思うよ。なんか目がなんか合いながらこう、ね、あ、もちろん合わせてない、ずっと合わせてたら歌えないので、はい、ただ伸ばしたとことかわーってこう伸ばしてここみたいな感じでこう、はい、手やりながら切るみたいなののをレコーディングでやってたんですよね。レコーディングなのにライブみたいに。そうですね。本当ですね。そうなんです。だからすごいこう楽しかったですし、まあ、谷本くんすごくあの仲もいいのでやりやすかったです。その後も谷本くんとは結構デュエットさせていただいてて、今もドラゴンボールのね、あのカードゲームの方の歌を、はい、2人でやらせていただいてるんですけど、はい、そんな話があったのか。いや、貴重な話聞いちゃった。そうなんですよ。ちょっといいな。今日だんだん楽しくなってきた。緊張より楽しいよ。最初すごく緊張されてて、あのご挨拶させていただいた時もなんかもう、とりあえず目が見れないとか心ここにあらずでしたからね。なんかグググググみたいな感じで、そう、緊張されてましたね。まあ、楽しいです。めっちゃ楽しいです。じゃあそろそろ中盤戦に、はい、入っていきたいと思います。はい、はい、そうですね、そろそろ、そうですね、今音楽の話をずっとさせていただいたんですが、はい、ちょっと音楽以外の、はい、歌手五条真由美ではなく、はい、いわゆる一個人五条真由美さんの話にちょっと移っていきたいと思います。はい、出ますでしょうか。はい、趣味、音楽以外に何かこれ聞きますか。はい、あれ聞かない方がいいですかね。もしかしてみたいな。いや違う、多分あの今ニヤニヤしてる人たちは知ってる人だと思うんですけど、はい、私これ話し出すと多分1日とかでちょっとそれを短編にまとめてもらって、短編にまとめると K-POP が好きっていう。ああ K-POP、 まあ、音楽の話戻りますね。そうですね。なるほど、K-POP ですか。はい、大好きです。ちょっと意外性が…好きなアーティストさんとか。どっち？あ意外性がある、うん、あるけど誰でしょうみたいなね。そんな感じで。ですね。もともと一番最初にこの K-POP にハマったきっかけは、私、夢色パティシエールという作品の主題歌やらせていただいてるんですけども、それの2期のオープニングの曲がちょっとダンスチューンだったんですよ。はいはいはい、でも、あの結構ゴリゴリの曲にしようとしながらも、やっぱお子さん向けの可愛い曲だし、それをどういう風に歌ったらいいのかなってちょっと悩んで、でちょっと検索をしたんです。いろんな曲を聴いてみようと思った時に、初めて出会ったのが少女時代っていう方の曲に出会ったんですね。ですごいノリもいいしダンスな曲だけど可愛らしいしって言って、そっからどん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  K-POP にハマっていって、今はもうスーパージュニアとかエクソとかもう大好きすぎて、めっちゃ沼にハマってます。沼です。超沼なんですよ。マジであの沼やばいんですよ。マジすごい切ないこととかたくさんあるんですよ。もう本当に生きてく糧なのに、なんでこんなことがあるんだろうってぐらい大変なことが最近もたくさんあって。あ、多分何かそのいや、いっぱいあるんですよ。メンバーがね、あー、いなくなっちゃったりとか、本当に辛いんですよ。ガチのファンです。ガチですね。あの毎日それがなかったら多分生きていけないぐらい、毎日その情報を追うためだけに生きてるぐらいの、完全に今生きる糧になってる。はい、すいません、このテンションが私健康な話するとか、はい、ちょっと違うんです。まあ、この距離にいるから分かるんですけど、目の輝きが変わったんですよね。大好きなんです。プリキュアの話してるときはちょっとお仕事感今は完全に趣味の話です。だから発信する側と逆に課長も受ける一方なので、でもあの K-POP のコンサートに行かせていただくようになって、最初ビッグバンに行った時にめちゃめちゃあのすごいパフォーマンスで、あのその時はレコード会社の方と一緒に行ったんですけど、私すごい落ち込んでしまって、えあーでも分かります。うん、なんかあまりにすごいので、私もあのエンターテインメントをなりわいとしているものとして、私はこれでいいのだろうかっていうふうにものすごく考えちゃって、でしたらそのレコード会社の、ね、人に、五条さん大丈夫ですよ、五条さん一生懸命いろいろやってますよ、五条さんすごいやってますよって慰められて帰ってきたっていう。そうって言いながら、前にライブであのメイクアップのドブさん、はいはい、ご聖者の初代、わかります、最初にこっちこっち、私は仲良しです。ドブさんとご一緒させていただいた時に、はい、まあ、目の前であの拝見して、1ヶ月ぐらい落ち込んでましたね。やっぱね、力強さが全然違うんですよね。うん、ノブさんだってステージ超かっこいいですもん。かっこいいです。めっちゃパワフルですよ、本当に。はい、あの子供向けのイベントの時にノブさんと一緒に出させていただくことがあって、お母様方全部持ってきましたよ。私の友達も来てたんですけど、ノブさん超かっこいい。
って言ってたし、もうマジめっちゃかっこいい、全然かっこいいっすよ、リハからかっこいいから、あのできるだけ爆音でお願いしますあのそれに負けない声出すんでかっけーなんだそれかっこいいんですよ、かっこいい人です本当に、はい、でめっちゃムキムキ、はい、で私ノブさんが歌ってる歌にどうしてもハモりたくって、うん、あのすいません私そこハモっていいですかって言ってステージ上でハモらせてもらったんですけど、やっぱあれだけパワフルな歌にハモるのってこっちも全力でいくのでめっちゃ楽しいんですよ、うん、あ気持ちいいとか思いながら、うん、はい、やらせていただきました。そんなノブさんの話が出ましたが、はい、いわゆる交友関係の話をちょっとさせていただきたいと思います、はい、画像も出ますでしょうか、はい、はい、アーティスト仲間さんってやっぱりいらっしゃるんですか。そうですね、プリキュア の歌い手さんや、うん、声優さんたちともやっぱ仲が良くて、今日こそ内合さんとか、そうですね、内合さんはそうですねどうしたんですか、すごく含みのある感じになりましたけど大丈夫ですか、突っ込まない方がいいんですか、仲いいです、今日も LINE してましためっちゃ仲いいでも仲いいって言われるとちょっとこうどうなんだろうって素直に言えないところがあります、付き合いがちょっと長すぎて、あ、なるほどなるほど、はい、もう本当に長いので、そうなんですよね、プリキュアのシンガーさんって一度に返すこと多いじゃないですか、そうですね、最近映画もあるし、だからやっぱ仲はおよろしいのではないかな、仲いいです、 LINE のグループがあります、あるんですか、ありますし、なんか新しく主題歌歌う人がだからどんどん入ってくるので、人数がすごいいっぱいいます、すごい、俺すごいニヤニヤしたい、何そのか、何なの、桃源郷やんけ、どんなやり取りをされるんですか、いや、でもなんか、まあみんな告知もあったりもあるし、はいはい、なんか一緒に何か出た時はお疲れ様とかもあるし、最近ね、かのちゃんが戻ってきたりとかね、うん、してますし、普通に雑談なんですね、雑談ですね、なんか嬉しいですね、ファンとしてはね、なんか確かにね、そのつながりはもちろんあるとは思うんですけど、物理的にというか、その本当にちゃんとその個人の方々でつながってるっていうのを知らないじゃないですか、そうなんです、 LINE のグループがあります、はぁ、なんかいいですね、声の人たちも確かあるらしいですよ、あ、そうなんですか、そんなに皆さん仲良い、はい、そうですね、やっぱオールスターズがあるから、はい、声優陣は特にね、一緒に、うん、そうですね、歌い手も、はい、大体の次の代に変わるときに前の代と、多分次の代っていうのは一緒に何かやったりっていうのがあるので、そうするとこう、どん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 つながっていくというか、はい、すごいなぁ、LINE って偉大だなぁなんかワクワクする、はい、あと、まあ、さっきも出ましたけど、ノブさんたち あの特撮の方のドットRは、はい、ドットRで基本的に、なんか学校みたいな感じですね、学校集まると同級生みたいな感じで、あ、クラスだもん、ね、もうひっちゃかめっちゃかな、ね、ひどいですけどねもう完全にパーソナルな感じになります、いやもう本当にひどい、なんかあるかもしれない、あの みんなひどいです、みんなひどい、みんなひどいっていう感じです、特にひどいの人があります、話せるやつで言えないです、あ、言えないこれはちょっと言えないことが多すぎる、みんな妄想で他の人はい、ちょっと男子がいるのでね、プリキュアとはちょっと全然違いますよね、ちょっと下の男性あんだけ集まるともうほんとひどい、なんとなくそうです、しかもほらジョーとかいるしねそうですね、はい、ジョーとかやっぱね、ジョーとね、谷本くんが盛り上がるとね、もうどうしようもなくなっちゃうからね、なんか今現行で突っ走ってるこのシンガーさんたちが一堂に会してる場ってすごいなんか重力の強そうな感じしますね、はい、でも面白いですよ、すごい仲いいので、みんなも全然すごく仲良い、想像するだけで面白そうですね、この間そこも LINE のグループができました、写真を送るのにも LINE 作ってよって言って、はい、作ってもらいました、本当に学校みたいになってるんですね、学校みたいです、クラスの感じです、ちょっとね、あの先輩が何人かいますけど、はい、みたいな、年上チームが、タカさんとノブさんはちょっと上なんですけど、あとがみんな結構、俺らも頑張って早くその LINE グループ入ろうかな、なんとかして入りたい、森野誠入り始めましたみたいなのやりたいです、あなた森野誠ってやってないじゃん、大丈夫です、大丈夫です、まだやってない、まあ、そんな中から、はい、実は、次の話題に移っていきたいんですが、はいはい、逆に今その現行でそういうアーティストさんたちと関わってるっていう話から、はい、どんな活動をされてるかっていう、あ、そうですね、直近の活動の話をちょっと聞きたい、はい、まあなんか話せるものっていうのがなかなかね、うん、あったりなかったりになってしまうんですけど、まあ、そうですよね、さすがに未来の話は、うん、普段だとやっぱり今だとレコーディングの方が多くて、うん、いろんなコーラスを参加させていただいたりとか、うん、また仮歌をさせていただいたりとか、あとはまあね、何かこう発売するものを歌うようにしたりとか、うん、まあ、あとはまあイベントとかね、こういう形で呼んでいただいて、ファンの方に会ったりとかするのが
まあ、あのそういう仕事をしてますそもそもまあオッティライブもあります、ね、そうですね、私の仕事はそういう仕事です、はい、メモの方にもちろん作詞作曲もあります、あ、はいはいはい、そうですね、あの作詞や作曲も最近結構言ってるか、あの作詞自体はもともと提供させていただいたりとかっていうのはプリキュア時代からあったんですけど、今、そのプリキュアの仲いい、仲いい、内合さんと、名本さんと木本さんという4人でイベントをやっていまして、はい、その、 あのイベント用に曲を書いたり、あ、なるほど、詞曲書いたりとか、イベント来たら聴けるぞみたいな、あ、そうです、一応 CD にも何曲かなってるので、はい、いいですね、そのイベント用にっていう言葉を聞くとなんかすごくワクワクする感じがありますね、はい、そうですね、なんかそれこそなんかこう自分たちだけで作って、イベントも自分たちの手打ちでやってて、あの自分たちの手作業とか自分たちが企画営業してるイベントなので、どっかにお任せしてるイベントじゃないので、うん、あのすごく楽しくやらせていただいてますね。どのぐらいやられてるんですか？手打ちって何年目？結構長いんです、まあ、皆さん詳しいでしょ、ね、スプラッシュスターが終わって、はいはい、最後の時かな、あ、あってなるともう7年ぐらい、そうですね、そのぐらいね、やってるんですよ、マネージャーさんが8手出しました、ありがとうございます、なんかそのぐらいやってますね、そんなずっと続けていたんですね、はい、そうなんです、結局役者2人、歌い手2人で、でなんかやろうと思えば、あ、イベントも回せるし、グッズも自分たちで作れるし、あ、やだ、曲も書けるじゃんみたいな、でアレンジはすごい上手な人がいるじゃん、大石くんみたいな大石さんじゃないですか、はい、あの特撮とかでね、すごくもう今はね、いろんなところで大活躍の大石くんによろしくって言ってくれるね、そうです、回ってますね、なんかそうなんですよ、やっぱ仲がいいので持ちつ持たれつで、いいな、なんかいいな、その輪すごく羨ましい、あ、だから小石もよくうまい子、ちょっとお願いがあるんだけどっていうのでよく連絡があって、はい、この歌ちょっとあの仮でボーカル入れてほしいんだけどとか、はい、コーラス入れてくれるとか、はい、同時にね、なんか CD を出す時とかも私ボーカルで参加させていただいたりとか、はい、そういうのがあります。そんな、音楽の今話だったんですが、はい、なんか音楽に限らずで大丈夫なんですけど、はい、今後こういう活動していきたいなみたいな、今後の展望みたいなって五条さんの中にあったりします？やっぱり音楽が好きなので、うん、なんか音楽をやりたいなっていうのは、死ぬまでステージで歌っていきたいなっていう、あ、でもステージで歌うにはだんだんね、体力がね現実問題、そういう、でもこうやって来てくれる人がいて、あの聞きたいって言ってくれる人がいるんであればいるんであればどうしたんですかいや、なんか いるんだったらみたいな、はい、いるんだったらそこで歌いたいなって、歌ってあの聴けてよかったですっていう風にとか、あの言っていただけるので、それはもう本当私の方が逆にあの来て聴いていただくのが本当にありがたいから、なんか そういう方がね、既得な方がいらっしゃるのであれば私も歌いたいなっていうのは思いますけど、皆さん既得な目をしてます任せろって顔しましたそうですか、はい、いや、なんか結局需要があればっていう感じ、本当にそれこそなんて言うんだろう、いわゆるアニソン歌手の方って、はい、てっぺん見ると、うん、水木一郎さんや堀美津子さんもいらっしゃって、はい、でもまだ現役で歌ってらっしゃる、そうなんですよ、すごいですよね、うん、全然本当に全盛期を衰えないです、はい、パワフルなステージを見せていただいてると、うん、はい、いわゆる、まあ、そこよりまだ下の世代の方々、はい、それこそ五条さんだったり、はい、あのドットアルメンメイド世代ですよね、あの方たちもこうなってくんだなと思ってすごくワクワクしますね。でも上の方がとても元気なのでね、はい、そこまでいらっしゃるのでなかなかね、さすがにあそこもレジェンドみたいになってますね、もう本当ですよ、だって歌声とか本当にやばいですからね、生でね、皆さん多分聞きに行ったことあると思うんですけど、やばいと思いますよね、僕らがやばいと思ってる五条さんがさらにやばいって言ってるってことはどんだけ強いんだっていう、もうごっこでしょうね、いや、もうなんか本物だとか思いますよね私たち今それ何回も今はその本物かな、なんか私はそう思うんですけど、私もたまに言われるんですけど、うん、またってそれはちょっとどうなのって思いますけど、うん、はい、でも本当にそうなっていただきたいですね、そうですね、あの、まあ、ね、声が出てちゃんと歌えるあの環境にね、あのあるよう、あり続けられるようにあの頑張りたいなと思いますね、紹介一歌手として活動して、そうですね、やっぱりあの声が出なくなったりとか、今までもやっぱ病気とかで声帯をやってしまったりとか、あのちょっと入院したりとかで歌えなくなったりとかっていう時期があったんですけど、やっぱそんな時に久しぶりに歌の仕事をブースに入ってレコーディングとかをすると、ものすごく、はあ、私やっぱ歌すごい好きなんだなと思いながら歌えるので、あのやれたらいいなと思います、
冒頭の方でお話聞きましたけど、はい、楽しくやるっていうのがすごく重要なんですね。いや、歌う方が楽しいですよね。楽しいですよね。まあ、大変なこともたくさんあるんですけどなかなか乗り越えられないというか、うわーちょっときついなっていうのとかはありますけど、でもやっぱりやってて幸せになることだし、でこうやって聞きに来てくださってる方とか聞いて、ね、CD とか聞いてくださってる方もあのいろいろと思ってくださることがたくさんある仕事だと思うので、はい、あのすごく幸せだなと思ってます。素晴らしいお話でございました、はい、最後にじゃあね、はい、あのこれは、まあ、あの今こちらに来てるお客様以外、はい、あのカメラ越しに今見てるお客様もいらっしゃって、はい、その中には多分まあ、我々みたいにこれからあの五条さんみたいなシンガーを目指すあの若手っていうのもいっぱいいると思うんです、うん、そんな、ね、あの若い目たちに何かあのメッセージなんかあれば、まあ、あの本当は僕らに個人的に言ってもらいたいところなんですがそうもいかないので、で、まあ、はい、あちらのカメラに向かってちょっとそれをいただければなと思います、はい、そうですね、努力すれば叶うってことは絶対に言えないと思うんですけども、でも努力をしないと叶わないと思うんですよ。だから努力することを怠らないで、あと夢を見ることもあの夢を見なかったら夢も叶わないし、だから結局何かにチャレンジしたり、それをトライしていくってことをやめないで、続けて、そして好きでいる気持ちを持ち続けていられるといいんじゃないかなと思います。はい、聞いた。え？トライする？もうね、まこちゃん泣きそう。まこちゃん泣くとこの番組なんか大事なことになるからやめような。はい、いや、でも本当にいいお話でございました。本当ですね。いやいやいや、ありがとうございます。なんかちょっとこの間なんかテレビ見てて思ったんですよね。夢は絶対叶うとかって言えないじゃないですか。だって努力したって叶わないこととかね、大変なこといっぱいあるけど、でもしなきゃ無理だしみたいな。だからすることはやめないでいたいなっていう、何か他のことにもいいことがきっとね、やってるともしかしたら行きたい道じゃなかったかもしれないけど、すごいいいことを別で掴んでくるかもしれないし、うん、続ければ大変だけど好きなら続けたらいいんじゃないかっていう。そうですね、続けて、はい、あの他のことにも活かせるし、うん、はい、じゃあ今の言葉を胸に頑張って、ね、頑張ります、頑張ります、私もそうです、頑張ります、もうこれからもファンとしても見ていくので、はい、これからも頑張って、はい、やっていきましょう、はい、頑張りましょう、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではトークは実はこんなところになるんですが、最初には実は恒例のコーナーというものがございます。それは別にスペシャルゲストの回もやります、容赦なくやります。こちらのコーナーでございます。ドン、記憶スケッチコーナー。はい、もう何のこっちゃって顔をしてますが、なんでわざわざゲストに呼ばれて何かをさせられるのかっていう感じでございますが、はい、はい、森野さん、どんなコーナーかちょっと、はい、と先ほど言っていたように、こちらのこの番組の恒例のコーナーになっておりまして、ゲストの方にお題をお出しして、そのお題に沿ってゲストさんの記憶を頼りに一つイラストを描いていただくというコーナーになっております。何も見ずに、はい、というのがこちらの、はい、私これ何回か多分他の番組とかでもうすごい簡単な問題とかやったことあるんですけど、ひどい結果でしたよ。あら、何が、あの、なんとなくしか覚えてないんですよね、物事を。いや、もうそれぐらいがちょうどいいんですよ。ふわっと覚えてるタイプなので、はい、むしろ美味しいです。はい、そういう感覚でいただいていただければ、はい、だって大好きな K-POP ですら曲名覚えてなかったですから。まあでも忘れることありますよ。そうなんです、まあ、そこじゃないみたいな、見てるとこは。その中で、まあ、一応ね、書きやすいものをご用意したつもりでございます。そうですね、そうしてください。なんかヒントがその辺にあるものとかにしてください。はい、今ヒントはしまってしまいました。はい、はい、今回のお題はこちらでございます。ドン、はい、レッツ、リップ、ボルでございます。はい、こちらは、2人はプリキュアの妖精でございますね。無理無理、いや色も今分かったから。色は単色なんで。大丈夫です。色は分かったので。色なら分かる。今3つ買いましたが、どれか1つでも大丈夫です。はい、3つ買いでも大丈夫です。青とピンクと黄色。お、当たり。なんかさ、マークなかった？頭とかにありますね、なんか特徴的なの。何のマークなの？まあ、じゃあ、ちょっと待って、今日はヒント、ちょっと耳が、ね、やっぱ特徴的ですね。レップル、ミップル、ポール、全部ちょっと特徴的な。あれ、私、加工とさ、なんかスヌーピーになっちゃう。スヌーピー。まあ、確かに分からなくはないですね。まあ、ちょっとまず書き始めていただきます。
ー、大丈夫ですよ、どんなの出てきてもみんな大喜びですね。ほんとに耳がこういうなって、おお近い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 ですね、合ってる合ってる。この形どういうのだったっけ。これは多分メップルですね、メップルもしかホルンです、ね、そうですね、形うわ、みんなピークピーク、みんな楽しみでしょ、ピークの、ね、ただメップルです。あやっぱそう、いやでもそんな感じです、そんな感じです、そんな感じです。ここどうだったかな、頭って何かあった、まあないか、丸い、そのまま丸いか、膨らんでる、膨らんでる、膨らんでる、こういう感じだ。そう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 、で、目が2つでしょ、目はもう2つ、2つ、1つ1つではなかったし、3つでもなかったと思います。鼻とかないよね。鼻はないですね。ちょっと待って、ここ星かハート、あ、近い、でも、じゃあ分かった、ヒント、星でもハートでもない、割と女の子っぽい、鼻か、うんうん、四つ葉、三つ葉、鼻です。あれで、耳の先っぽにも何かマークついてます。あー、あったね。そして目も口も大きいですね、やっぱマスコットキャラクターなんですよね。そうです、超見てんのになそうです、あのね、すごく貴重なんで、ここ星丸鼻ハート女の子っぽいやつだね。何 女の子っぽいやつ。耳何ついてた、何柄みんな好きだからどうする、ちょっといいよ言ってまあ何か、ね、みんなも覚えてないでしょ、まあ、何気なく見てますもんね。あの、まあ、花、ここ、ここは花、花え、花ってチューリップ、チューリップではないですね。まあ、耳と鼻は、あ、鼻じゃねえや、額は別のもので、のハート、ハートだ、違ったっけ、星か、ここまで、何のお花なんだろう、何かのお花ですね。何でしたっけね、私も今ちょっと確認が取れないので私も同じような状況なんですよ。ちなみに男の子の、メップル君は、はい、スペードですね、スペード2つみたいな感じ。あ、じゃあクラブ、うんうんうん、まあ、スペード2つ、でもそんな感じですね。なんか割と独特なマークだったような記憶は、花、ね、花、ビア、お、オッケー、そうですね、あの、思い切り方、あ、でも、どうだろう、あ、花かこうじゃん、花にしよう、違うな目って、まあ、大きいですよね。あの、白目あんだっけはい、あの、ハイライトなしではございません、あの、目は真っ黒ではなかったかと思います。あ、黒の中に光、はい、光なんかそんな気がしてきた優しい、いや、お前が難しいですもんね。すごい、顔別の可愛さが出てきたこれ、いや、これは楽しみですね。やばいな、これ。でもなんか来そう、こういうの、あ、カートにしようか。おオリジナルキャラクターがちょっと来そうな予感がしています。俺見てた2人は別にいなかったほんとあー、でもまあまあ大きい口もあ、でも、かわいいあー、じゃあどうなりが来たこれ、太って感じになっちゃうな。まあでも、まあ、ポワポワしてる感じですね。ポワポワして SD っぽいじゃないですか。はい、え、これ誰だっけおそらく、おそらくミックルだと思います。ミックル、ミックルですね、あ、女の子ですね。ピンクです。あー、力技に出たこれ力技だほんとだ、完成ということでよろしいんでしょうか。あ、他のお二人は大丈夫ですか。もう無理ですね、ここまでやって、これでもう2つかけって言われたら多分地獄だと思いますわかりました、はい、というわけでこちらで、ね、完成でございます。似てる、ありがとうございます。じゃあまずはね、どんなのか、後であのこちらサインとちょっと日付をいただきたいと思いますが、はいはい、まずはどんなものができたか、はい、どんなものができたのかね、楽しみだね。わざわざね、こんなゲストでお呼びして恥ずかしめを受けることになるとは。あーあー、はい、今確認中ですね、はい、というわけで、答えと、こちら書いたものを同時に発表したいと思います。こちらでございます、ドーンはい、こちらがインクちゃんでございます。でも意外とあの耳はハートだし、ハートの、まあ、向きが逆なのに、向き逆だったんだね。そう、あの鼻も逆なんですよ、実は。
あ、逆さまですよ。あ、逆さまだからなんか独特な感じがするなと思っていたんですよね。ただ、このなんかすごいハロウィン臭がするなんか 今の季節にぴったりな感じちょっとハロウィン臭する感じなんかその上に吊り下がってるのとあんまり差異ないぞって感じ。本当だ。ちょっとあれですね、これがホームカの家に来たのはちょっと考えづらい感じ。難しいね。なかなか特徴ないのは難しいということが判明してしまいました。意外と特徴は捉えてましたね。ちゃんとマークはありましたし。でちゃんと黒の中の白抜きだったね、目が。でもこれ完全になんか。あ、ちょっとね。これはなんかちょっと違う趣になったね。いや、でもまたなんか伝説が一つ、歌っちに伝説が一つ残ってしまったんじゃないかなと思いながら、味のある絵な気がしてきたぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。よくスケッチのコーナーでございました。ありがとうございます。はい、それでは、五条さん、はい、今後の活動になるんですが、はい、少し皆さんにお知らせか何かあれば、ちょっといただきたいなと思います、はい、そうですね、画像の方お願いします。はい、年末に先ほどお話に出ました、手打ちという、イベントがあります。今年初めてカウントダウンをやります。おカウントダウンライブですか。31日、はい、31日にライブ、昼間とか夕方はトークメインで、はい、歌もちょっと歌わせていただこうと思いながらも、トークをほぼほぼメインで、はい、ゲストに千葉一新さん、うん、プリキュアではお世話になりましたスプラッシュスターカレーハーンですね、千葉一新さんはい、千葉石井さんに来ていただいて、久しぶりなんですよね、実は手打ちゲストを呼ぶのが。でゲストに来ていただいて、ちょっとああだこうだ面白く喋れたらいいなというふうなのを、31日にやります、はい、でその後今度はカウントダウンということで夜、はい、今度はもう歌メインでバンドで、ガンガン歌いながらカウントダウンをしたいなと思いますし、ゲストさんこちらの方も工藤まゆちゃん5の時の、主題歌を歌ってました、はい、工藤まゆちゃんと5でアクアをやってました前田愛ちゃん2人来ていただけるんで、また2人にもいろんな歌を歌っていただこうと。まだ先なので、はい、基本的に何にどうするかとか曲順決めたりとか、はい、構成は私が担当なの で、 あ、そうなんですね、これからどういう風にしようかなというふうに考えていこうかなと思ってます。また12月別のイベントとかもまだ告知のタイミングになったら告知できると思うんですけども、ありますのでぜひ来ていただけたらなと思ってます。会場のすぐそこの伝え方主にですと。そうです、そうです、なんだっけ、31日大晦日は電車もね行く1時間1本、ね、ずっとね夜中も動いているので、はい、あとはコミケが終わってからとかね、うん、来ていただけたら、ね、みんな安心して行けるね。そうなんです、安心して来れるかなと思っているのでぜひ楽しくカウントダウンを年越しをね一緒にやってくれたら嬉しいなと思っています。はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ごさん、ありがとうございました。ありがとうございました。非常にためになる話をいろいろ聞けて本当ですか。はい、嬉しかった。最後の方にはもう緊張もなくなり、ね、この絵がとどめだったかな。でも私にしてはすごくうまかったかな。そうなんですか。もうまた何かのタイミングで描いてほしいですね。私でも見ながら描くのは結構うまいんですよ。そうなんですか。多分また今ハードルを上げて。いや昔すごいうまく描けた絵があったんですよ。なるほど。はい、資料で日本史の資料の本とか学校であったじゃない、はいはい、それを授業中とか描くじゃないですか、はい、暇だから。それで描いた龍がめちゃめちゃうまかった。龍を授業中に描いてた。描いたんですよ。すごくキロッとした目の龍を描いて、はい、あまりにうまく描けたから私電話の横に家で実家の電話の横に貼っといたぐらいうまかったんです。すごい前の描けたと授業中に。その話すっごい掘り下げたいんですけど、そろそろエンディングでございます。はい、すいません、はい、何度もさっきからあと何分だよって言われながら、はい、まだ喋っちゃいたい方なのでね。はい、次回の歌吉でございますが、はい、次回は、通常回になります。そのお願いいたします。11月15日、次回のゲストはあかねさんでございます、はい、こちらも楽しみにしておいてください。そして12月12日には、年に1回の歌吉出演者さんが、皆さんが一堂に会します歌のライブがございます。こちらでございます、歌吉歌謡祭2015、2015年12月12日土曜日でございますね。こちら、2015年に、歌吉に出演していただいたゲストの方々、それから、その前にも出てか、じゃあ全員じゃねえか、まあ、2015年の方々を中心に、もう入れ替わり立ち替わりでガン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 やるライブになっております。会場の方、高円寺スタジオ K さんになります、私たち MC やりますね、はい、今から全員回すの結構大変だなと思いながら楽しみの部分もありつつ、まあ、出演者同士でいろいろ絡んでね、
楽しいものを作っていきたいと思いますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。ということで配信の方はここまでになります。カメラの向こうのあなたたちはここまでなんだこの後は実はライブコーナーが控えてるが、それはここにいる君たちだけだぞ。よかったな。キャラキャラかもう見たきゃ次回からは来てくれよな、スペシャルゲストの会話ということで、本日はこちらのスペシャルゲスト五条真由美さんと MC の桃海、そしてアシスタントの森野誠が、お送りいたしました。お送りいたしました。